ら、なんか面白いというか、そういうのありますか？あの、こういうとこ、こういうあの需要があったりとか、私言うのはね、はい、あの例えば女房が座ったんだけども、はい、ケイちゃんの家のね、はい、あの2階の雨戸に、はい、あの落ち葉が詰まっちゃって、はい、それでそれ高いところ得意な人が一人いるわけですよ、はい、その人がはしごをかけて、はい、あの取りに行ってくれたわけね、だけどどっかで支える人がなきゃいけない、はい、それはうちの近所の人ですから、はい、一緒に行ってくれるってそうするとはしごを支えるのは、はい、さっきの草取りじゃないけども何の能力なくても それでもいいんですね、押さえてるだけでもだってやっぱりだってそこまでケイちゃんの家まで行ってやるんだから、それは前をいただく意味があるわけでしょ、はい、そういう何にもできないという人もでも何かができるっていうのは発見できるわけ、そのようなまあ、あの特別じゃないけども、私何にもできないと思ってたら、それが人がものすごい喜んでくれたっていう例は何だっけ、何かあった私はまた別の例なんですけど、逆に私はその自分のできることっていうことで、あの去年の5月22日になるんですけれども、小諸の街歩きっていうのを企画して、あの上田ではもうかなり街歩きやってきたんで、あの去年はですね小諸まで出張して街歩きをしてきたんですけども、その案内役を私がやりまして、で参加してくれた人たちにそれぞれ参加費っていう形でもってマイをいただきました。ガイド料として、ガイド料いいですね、でも何か現金でもらうよりは何か気持ちいいですね、そんなことないですか、何かこうお金いわゆる私また通俗的なとこが離れられない、私よくねあの、ここにもちょっと書いたりしたんですけどね、あの現金だと逆にか、はい、関係性が壊れちゃう場合ってあるのね、はい、これだけやってたった1000円とかね、はい、これだけやって500円とかね、はい、そういう感じにするんだけども、マイの場合の1000マイとか500マイってね、はい、こう心っていうか感謝の心とかね、はい、あの喜びが表現できるなってそういう感じするんですよ。だから人と人をね、あの下手するとお金って人と人の関係を切っちゃう場合があるでしょ、はい、でもね、マーユの地域通貨の場合は、逆にその人と人をつなげるね、力を持ってるなって、そんな感じするの。そうですね。私全く同感ですね。現金のその取引っていうのは心が一瞬くっついてこないけれども、マーユの取引って本当心くっついてきますよね。そういう感じする。だから500万円であっても1000万円であっても、そんなのは別に大した差ではなくて、その人の気持ちがその中に入ってるなって伝わってくるんで、それだけで十分じゃないですかね、きっと。なんかぬくもりが、すごいありますよね。お金ってそう言われれば、何かこの人を評価してしまう。例えばそのガイド料が、たった5000円とか1万円とか、でその人 あのこの能力に対しての評価みたいなものになってしまうけれども、何か今お聞きしてたら、マーユっていうのはそういうことは全然違うところのなんか気持ちっていうのがありますよね。だから今ね、りょうちゃんが評価っておっしゃったんだけどね、今世の中見ると評価の基準がお金になってるでしょ、物に対してでも、これは1万円のものですとかね、あの人は何十万円も給料もらってるよみたいな、そうするとね、高いお金をもらってる人がなんか立派な人とかね、それから高い値段がついてるのがすごくいいものとかね、そういうなんかこう評価のされ方してるでしょ。でなんかそれは私は居心地の悪さっていうか、落ち着きの悪さを感じるんですよね。でも地域通貨っていうのはまた違う物差しでこう評価ができるなっていうかね、だからそのお金にとらわれない評価のあり方っていうのをね、地域通貨を作ってるような気がするの。そうですね、だから関係性とかね、今ねしきりにこう格差社会とか言われてるじゃないですか、一部のお金持ちとね、やはりお家もないような方たちとっていう、そういうところから見ると、そのお金がなくても生きていけるっていう最初のお話がとてもこうあったかくこう伝わってくるんですよね。なんかやはりそういうものをこれからやっぱりこう地域に作っていくということで、なんか地域のつながりがっていくんでしょうね、多分。そうだと思いますね。だからあまりそういうなんていうかな、お
金にこだわらないっていうかね、うん、でもう一つは、うん、これからの、どんどん高齢化してくるでしょ、で当然いわゆる円っていうかね、お金の収入は減ってきますよね、でまあ年金暮らしにならざるって、やっぱり老後の不安をみんないっぱい抱えてると思うんですよね、我々の世代っていうのは。でそういう時にお金がなくても楽しい暮らしができるよっていうのをね、こうなんか提案できたらいいなって。でそれでね、私は今ヒデさんが米作りを始めたってあったけれども、結構ねこの指止まれプロジェクトっていうのは周りの中でねあるんです。でそれはねどっちかっていうと、まあ今農業系が多いんですけども、農業系が多いっていうのは結局ね食べるっていうね、食べて決済すればなんとかなるんじゃないっていうのがあるのと、もう一つやっぱり食に対してもう少し敏感になりたいなっていうかね、今外国から安いものはどんどん入ってきて、来てるんだけれども、もう少し足元の自然の中で自分たちが汗を流して作り、まあ、自給自足って言いますけどね、そういうものが価値があるっていうかね、だからそれを実践したいねっていう人たちが、なんか畑プロジェクトとか田んぼプロジェクトとか、全員じゃないんですよ、やりたいっていう人がねこの指に止まって、まあ、サークル活動的にやってるっていうのがね前の中で出てきて、でそういうできたら野菜交換をしたり、まあ、いい石持ってってやったり、からもう一つ今すごく人気があるのがね、味噌プロジェクトっていうのがあって、一緒に作るんですか、味噌。それがね、最初はね、前の中 の、 メンバーで、お味噌作りを自分でやってる人がいらして、あ面白そうだからぜひ教えてって言って、十数人から始めたの。そしたら1年経ってそれ食べてみたらすごく美味しいの、買った味噌と違うっていうか、それがこう評判を呼んで、どんどんやりたい人が増えてきて、今はなんとね40数世帯で800キロぐらい1週間にわたって作る。それはどういうふうにして作るんですか、それぞれの。いやいや、ドドさんのところがそのお店を辞めちゃったので、空いてるお店のスペースが空いてるのがね、前のたまり場になってるんですよ。でそこが作業ができるスペースがあるので、冬、3月の終わりぐらいの1週間はもう味噌を作るスペースになってるんですね。そう一大イベントになってるんですけど、最初はねいろんな材料を買ってで作るだけをやってたんですけども、3年目ぐらいから、じゃあ豆から自分たちで育てようってことで、空いてる農地がいっぱい有給農地あるでしょ、で手鶴こうやっぱり知り合いのところからお借りして、で今は豆も作って、でお米は、津川の棚田でそれも一緒に作ってたんですけどね、そのお米を麹にしてもらって、で材料は自分たちが作ったので自分たちのお味噌作ろうってやって、その道具もね、マユの会員はとっても多彩なんです。いろんな人がいて、こんなでっかい釜ね、調達してきちゃうんですよ。どっかから豆の釜とかね、ドラム缶の釜のとかね、全部自前になっちゃった。そうなんですか。まあザルとかそういうものを、新しくしなければとかっていうものはほんの少しありますけどね、ほとんどはね。だからどっかでね、眠ってたりどっかでも施錠されてるようなものを、こう一つのことをやることによって、あそういえばうちの納屋にもあんなのあったなとかね、そういうのがねまた復活されてきてるんです。それって面白いなと思ってね、それすぐにお金に換算するもんじゃないけれども、なんかね視点が変わってくるような気がする。確かにね、だんだんとこう個人主義的になって、あまり人に干渉されたくなくて、こう自分のね暮らしだけがこう守れればっていう、風になんかこうどんどんこう お金とともに動いてきてましたよね。なんかこう落としてきたものをなんか今皆さんがもう一度こう拾い集めてらっしゃるっていう感じがするんですけれど、前の中のねこの指止まれプロジェクトってのは本当すごくいいアイデアだなって思ってるんですけど、何かやりたいなと思った時に、その自分一人じゃやっぱなかなか一歩踏み出せないわけですよ、で実際にできないわけですよ、
ところがこういうことやりたいんだけど誰か一緒にやってくれる人いないっていうふうに指を立てると、そうすると 2,3 人パッとこうね、やるやるって言ってくれる人が出てくるわけですね。で3人集まるとね、物事って進むんですね、一歩踏み出せるんですね。で私が入った時にはもうすでにその須川のね田んぼプロジェクトって始まっていたけれども、だからあれも出だしはその須川っていう場所でもって、その棚田ですから景観がすごくいいんですね。で晴れた日にはですね、なんとあの北アルプスの方まで見えてしまうっていう、そういう場所なんですけれども、で遊休農地になってきていて、であのちょっと荒れ始めているっていう、そういうような場所を借りて、でそこでもって安全で安心できるそういう米作りを始めたんですけれども、それはだからすごく意義がたくさんこうあるんですよ。そこまで考えたかどうかっていうのはちょっとあるんだけれども、だからそういうところでもってこうやりたいって言った時に、あ、じゃあ私もそこで一緒にその米作りやりますって言ってくる人がいないとそれが動かなかったと思うんですけれども、そういう人がちゃんと現れるっていうところですね。でそれは米作りに限らず、いろんなものに発展する可能性をすごく秘めているんでね、とってもいい繭の中での一つのプロジェクトっていう感じですかね。面白いですね。